足場の買い取りと販売とかぼったくっとんじゃないの。安く仕入れて修理も高く売ってるんだな。ちょっと俺も爆弾行こうかなって、どんだけ儲かるか思わず喋っちゃおうかなって。いや俺ほんと正直言っていい、こんなに利益もらっていいんですかって、うん、中資材は特にその買い取った後に綺麗にしたりとかっていうのも倍以上で売っとるとことか、ホームセンターの価格昨日調べて俺ちょっと見させてもらったじゃん、はい、あれやばいね。やばいです。なんか県外行く、それからどっか提携先に探したら、うんうんうん、あ、これ募集しようよ。出会うね。これも全部売れるの決まっとんの。これは関係ないですけど、他は全部。え？これだけ関係ないですけど。全部売れる。もう決まったやつこれ。決まったやつ。他は全部そうです。すげえな、お前。大盛況ですね。大盛況です。え？大盛況です。おはようございます。視聴者の皆さん。私は今日は朝9時に。資材置き場でリースが来たの。そうです、リースが来て、なんか堀川の先輩かなんかでしょ。そうです。前俺が会ったことでね、購入もしてくれたの、あの子。あ、そうです、そうです。あの子がなんかリースしてくれるってことで、俺はさ顔動かすだけだけど俺結構動き1メーターぐらい動かなかったから。どれ分かれてたの。結構結構です。まだあと1回で積み込み終わらなかったんで。今日もう書くの。また午前中か午後1かで取りに見えます。あ、来るんだ。はい。でも今日リースのできてくれるし、あの子結構面白いドッキリしてくれたしね。あ、そうですね。うん、なんでせっかくだから動画撮りに来ようかって言っとったんですけど、ミオ、うん、も来とったんだね。そうです。朝9時、はい、9時ですか。8時半。9時です。9時、はい。で私ちょっと寝坊しましてミオの9時の電話で起きまして、あとどこにおんのって言って電話してたけどね。させんって言って。で、今日はさ、せっかくこの足場資材の購入販売とリースかの、まあ、事業をやってんだけど、ちょっと俺もう爆弾行こうかなって。じいさん。怖いですね。ん？あんまり動画にも出たくないって言っとるけど、いや、そっちの爆弾じゃなくて、はい、どんだけ儲かるか思わず喋っちゃおうかなって。はい、喋る？すごいよね。すごいです。すごいです。行く？はい。いい？はい。もう何でも早く入って、もう本当に動画やらんでしょ。そんなことないです。だけど言っとったじゃん。動画がマジでストレスですって。そんなめちゃくちゃではないですけど。どれぐらい？だって頻度が多いと。うん、本当にもう大丈夫ですね。精神的に来とったもんね。まあ今ちょっと新しいとこ入って、はい、どう仕事はだいぶ、でも教えなかんで忙しいんじゃないの。そうです、今まだ引き継ぎ途中なので、うん、まだ全然あれですけど、うん、でちょっと気持ち的にもやっぱり楽です。まあ足場の方に集中できるんだ。全部じゃないですけど一部残して一旦引き継ごうかなって感じ。まあいいよね、本社にはおるから。そうです、うん、ほんで別会社作っていいの。この視聴者の皆さん、このリアル感、やっぱね、女性だからね、何を僕が相談されたっていうと、やっぱみんなで本社でおって楽しいから、そうですね。別会社になったら、どこに私行くんですかみたいなこと言われて、いや、俺の中では別会社って、まあ、ね、利益とかを分かるように、別会社の方がいいのかなと思ったけど、これだけもう売れて、買って、金が動いとるから、で俺にその時に何言ってたっけ、そうやってやるかなって言ったら、あの時は結構なんか、わかんないって結構いっぱいいっぱいになってて、っていうのがあるっていう前提で、その時はやっぱその本社のジムのみんなと、食べる時間でだいぶ回復してたんですよ、気持ちが。なんかそれがなくなると、うわ、ちょっと嫌だなって言ってた。言ったんですけど、今はちょっともう落ち着いてるんで。じゃあ、横浜支店の方行こうか。今あそこにいたいです。そうそう、それは言ってたけど。まあじゃあ本題行きましょうか。まあちょっと左の角度ばっか視聴者、右の角度も見せたのかな。じいさんが。いや、いいよ、こっち向いても。自分の中でカメラアングルでここだったらいけるなぐらいな意識で、ここにカメラあるから。あ、難しいな。ねえ、ミオ、もう、かけちゃったね、あいつね。電話しても電話で怒って。怒っとうから、こいつと思って。で、そりゃそうだよね、あいつ。サンキュー入っとんのに、ちょっと撮影手伝ってって言って朝9時。怒っとった、あいつ。電話でんも。じゃあ解散しますかって感じで解散。そう、電話でんへんか、電話して。いや、俺もおるかなと思って電話したんだけど。聞きます？値段。言える？まあ、例えばだけど、俺わかんないけど、
このうちの価格設定が、はい、いや俺ほんと正直言っていい、はい、いやこんなに利益もらっていいんですかって思うんだわ、うん、いやいやその現場仕事なんかさ先生粗利、まあ、例えば3割とかあってもそのかかるもんかかるからだけど足場さえ変わらんじゃん、うん、物だから人介在しんじゃん、うん、じいさん一人じゃん経費まあ究極ないわけじゃん、うん、だから こんなにって俺もう最初なんか足場自体の販売会社なんかもう1割ぐらいしかあられねえのかなと思ったの、うん、でも業界の値段を全部調べとるわけでしょいろいろ調べてでどれぐらいなんですかぶっちゃけあぶっちゃけまあ単価は言わんでもいいけど、はい、うちは何まあ例えばじゃあ仕入れの値段あるじゃん、はい、仕入れの値段だとよそとうちの差ってどういうところにあるでもやっぱ来てもらった人とか売りに来た人うん、とか実際にそのどうですかって声も聞いた上で、うん、ああ売ってくれる人に聞くんだあそうですね他社さんも、はい、見取られましたとかうんうんそういう話が聞いた上ですごいねビジネスマンだねいやいやいやでも、うん、そうですうちは特にその資材を気づかんぞ全然その全然気づかん気づいてるえ気づいてないめっちゃいいですか？あ、めっちゃもう耳だった。ちょっとで、で、資材の？そう、うちの資材は特にその買い取った後に、うん、そのなんか綺麗にしたりとかっていうのも今してないじゃないですか。うん、なんで余計にその高く買い取って安く売るってことが、うん、できてるんだなってその人の話を聞いて売りに来た人とか、うん、多分他社はそういう手間とかやっぱ人件費もかかってるからこそ、うん、やっぱ安く仕入れて、うん、うちよりも高く売ってるんだなって。あもう予想あの毎回聞いても全然違う。ね、やっぱなんか。うちの方が安いって言ってくれることが多いその例えばその売る方だとああその俺らが足場屋さんとか、まあ、建設会社に売るときに、うん、安かったわって、うん、すごいね、うん、ただけどうちは強いのはこれやっぱ資材置き場ただ、うん、でまあ究極まあ車とかああいうのも営業もいない、うんまあ、営業とかかかるじゃん、うん、で結局仕入れる情報が俺ら SNS で来てくれとるから、うん広告宣伝とか営業経費は一切かからんじゃん、うん、俺そこが強いんかなと思ってもう全部変わってるみたいなでしょう、はいまあ、究極もっとリアバ下げてもいいのかなって思うぐらいまあねまあじいさんのビジネスだねあれだけど、はいはい、うんで順調そのものだよねそうですねだからまあ一時期高価買い取りってやってたよねはいであれだけ来たやっぱ来ましたあ本当、はい、やってんのまだ どうすんのもう今高価買い取り中じゃない効果買い取りしてます勝手に消えてるでしょそれ俺聞いてないじゃん俺前のあの1ヶ月は聞いたけどもう今は勝手に効果買い取りまだ一応任せとるけど、はい、ボスだからねそこはもうあそうはいでもしたいです難しいですでも本当に価格設定があ本当、はい、あやっぱ下げてもかんし上げてもかんしうんそうですねだけど実際にもうほぼ業界の足場の買い取りと販売やっとるとかぼったくっとんじゃないのいや分からんけど実際にやって本当に利益率はすごいなと思う予想がでしょ、はい、でびっくりするよね本当に多分もう本当に普通に倍以上で売っとるところとか結構あるでしょ、うん、あります一般のお客さんとか特に多分そうだえ一般のお客さんとか多分どういうことそういううちみたいな結構そうなんだろう材料よく仕入れてることとかはやっぱその分、うん、その単価下げてくれたりもするじゃないですかマシンピンの場合の話、うん、あそうだねこれあ昨日あれホームセンターまあ名前はちょっとねそこいやらしいで言わんとしても、はい、ホームセンターの価格昨日調べて俺ちょっと見させてしまったじゃん、はい、あれやばいねやばいですねはいもう全然やっぱ違います新品の値段がね、はい、新品価格の、まあ、あれ足場の資材ってねあの 100% が定価で、まあ、うちが例えば30足場さんって大体30前後で安いところ主力27、8とかおるでね結構でまあ仕入れ取るんだけどホームセンターがいくらで売ってるんですかあれでもどうなんですかパーセンテージまでは調べてないですけどだって倍以上でしょめちゃくちゃ高いですそれでもうほぼ倍に近いです倍に近いよねそんな業界だもんなだけどまあどうなんだろうホームセンターそれでも利益がないのかな在庫で置いとかなあかんねんかな、まあそうですね、だけど倍だでね、うん、400万になるってことだね俺らが200万分材料買おうと思ったら400万になるってことよ
まず全体的にその、うん、すごい、うん、すごい業界ですよね。まあ、そうだよね、はい、っていうかって世の中がみんなそういうもんなんじゃないの。逆に俺は本当に思ったもん。だから物の売り買いってさ、うんうん、意味わからんじゃん。でもそうかも。でもそれを用意できるのがあるかどうかっていうのが大事ですね。どういうこと？その時みたいに語場を用意できるとか、うん、広告宣伝費をかけずに宣伝できるとか、環境が整ってるっていうことを揃えるのが、あーまあそれで経費が、あ、うん、でもじゃなくてホームセンターなんかあんまかかる、うん、あーまあそうですね。仕入れなんか絶対うちより安いはずじゃん。そうですね。だってそれはホームセンター全国にあるから、そうですね、ね、交渉もするだろうし、うん、でホームセンターに足場資材下ろしたい業者なんかいくらでもおるわけじゃん、うん、それは俺が足場資材作ってる人でも、うん、さらに理解道場に売るよりもそのメーカーに入るなら一生取引あるから、うん、やっぱ下げてでも入るわけじゃん、うんうんうん、そうなると利益率半端ないよね、うん、半端ないですね。でリースはどうなのじゃ。リースはうちは本当に安いですよ。そう安売りばっかしんねや。なんでなんで。リースは下げて利益出てる、うん、まあ、その材料が眠ってるって考えたら、うん、利益は出てると思いますけど、うん、海外と比べれば、うん、リースは利益出てる。でもやりリースでと思う。やっぱ今はまだ知り合いにしか、うん、絶対信用が取れる人にしかまだ貸してないっていう。うんうん、あるんで、うん、教えてます。あ、そんなに。はい、これぐらいでいい？疲れた？はい、大丈夫。あ、疲れた？大丈夫です。疲れました。まあ今じゃあ足場資材、はい、包丁で、はい、まあこれもう購入決まっとると。はい、ちょっとあんま絶好調絶好調話だと自慢話みたいになっちゃうけど、はい、別に俺は給料だから、俺も給料だからね。そうですね。視聴者によく言われるけど、YouTube 出たらなんか YouTube のなんかあれあげんのかと言うけど、俺も固定給だからねって。はいはい、視聴者の皆さん、はい、まあ足場の買い取り事業、まあ好調っていや好調かな。そうですね、うん、で、まあ、今もどんどん買い取りはもうどんどん欲しいんだよね。本当に欲しいです。うん、まあぜひあの、まあ、県外行く、県外、もうちょっとこっちでもうちょっとそのマストに利益が出せるようにしたい。あ、でも県外とか来るといいんじゃない。結構来るよ県外から。ちょこちょこ来ます。で基本断ってる。いや断ってないです。一応その聞いて写真とか見て、はい、ただやっぱその運搬費とか考えると向こうもそっちの方の自分の住んでる地域での方のが薄い。ああ、そうか、はい、そうだね、うん、それかどっか提携先探したら、うんうんうん、あ、これ募集しようよ YouTube で。足場資材の買い取りとか、はい、じゃなくてもいいじゃん、うん、足場屋さんでもいいじゃん。ちょっと資材置き場、はい、余ってるよ手伝いたいよ、うん、ビジネス絡みたいよっていう人を募集し、はい、ある程度の規模のとこだったらさ、うんうんうん、資材置き場がちょっと余ってるとかあるじゃん、うん、はい、でそこを通して販売会取りやりゃ、はい、例えば、まあ、固定契約かなじゃん、はい、でそこがまあある程度利益率はもらっててくれるわけじゃん、はい、で運搬とかも相談しや、うんうん、コスト下げれるじゃん、はい、お客さんにとってもいいし。そうですね、ね、そこ俺らは発信して、はい、まあね、そこが実際にやってくれるみたいなのも、うんうん、はい、いいから、はい、まあ、足場資材の販売買い取りやっとるようなところでもいいし、うん、足場屋さんとか資材置き場持っとるとか、うん、土木の会社とかでも、はい、いいけど、そういうとこ募集し、そうですね、お手伝いしてくれるところ、うんうん、まあちょっとまだそれはっきり決まってない。本当に YouTube 今ちょっと思いついて出したネタなんで、はい、ちょっとまた実際の相談の中で固めて金額とかも固めていかなきゃかなと思いますけど、はい、ちょっと興味ある人、はい、ぜひ問い合わせ、はい、G さん、G さんに本社に電話してくれて、 G さん、はい、G さんいますかって言ってくれたら伝わりますんで、はい、ぜひお電話ください。よろしくお願いします。せーの、また見てねー。お手当てましたね。あ、やべえと思った。なんか。